いてよとうぶつのこ。おいて。こんばんはー。こんばんはー。前髪っていうか前髪っていうか横前髪の横切った。こんばんは。ちょっとこんばんは。そう、なんかここがさずっと長くしてたんですけど、ちょっと久しぶりにやめました。飽きちゃったんだもん。こんばんは。こんばんは。元に戻しちゃった。元に戻しました。でもね、触覚はあるよ。ここにほら見て、これほら閉まってる。髪は染めてないよ。あ、でも黒い服だから今日は茶色く見えるかも。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あった。そう、これ髪くくるときはこれを出してこないとあれなんですけど、そう、ここね、なんかここをね伸ばして前髪を薄くしてたんですけど、なんかそしたらねそのここにかかっちゃって暗くなっちゃって、顔が写真とかで、どうしようって思って、そうどうしようかなって思って、ジョージカーディのこと気づかなかったでしょ。うん、気づかなかった。そうって思って、去年くらいの髪に直しました。こんばんは。こんばんは。ちょっと暖かくなってきたね。ね、換気ね、換気できる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとじゃ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。薄く見える前髪、やった。そう、私なんかさ、研究生の時めっちゃ前髪分厚くて、でもなんか気づいたら分厚くなくなっちゃったんですよ。あれな、なんでだろう。なんか同じか、あ、美容室が違うからかな。なんだろう。3月9日、あの歌を思い出す。確かに、あのレニオ、ん、レミオか、レミオって言ってた。レミオロメンさんの曲。こんばんは。こんばんは。そう、あのね、お話し会のね、もう明日から募集開始なんですよ。ぜひ来てください。この前最後だってなってたけど、また新しく、嬉しい。ちゃんとちょっとまとめるね。いつが南部でいつが南部って。こんばんは。ちょっと歌って。うちさ、あのレニオロメンさんの曲さ、ちょっとあの男性の歌じゃないですか。だからちょっと低くてね、声出ないんですよ。なんか一人で歌ったことあるんですけど、なんか難しい。めっちゃ、そう、めっちゃ難しい。ひーわたんさんが、かおりちゃんと仲良くなりたかったってブログに書いてた。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。お、誕生日が入ってます。おー、お祝いするしかです。こんばんは。あ、確かに発売前にお話し会って珍しいかな。確か、あれ、いつも発売した後か。確かに、確かに、だからこんな早いのか。こんばんは。こんばんは。確かに、なんでだろう。なんか予定があるのかわかんないね。どうなんだろう。初めて、確かにそうだよね。発売前ってオンラインだからできることだよね。オンラインじゃなかったらさ、無理だもんね、発売前にするの。こんばんは。こんばんは。こんばんは。寒いね、寒いね。
愛い、ありがとう。こんばんは。楽しみ、楽しみですね。いっぱい、よかったら来てください。待ってます、お願い。こんばんは。3月9日を鼻歌で歌ってたけど小田行きだった。あれあれ、粉雪と3月9日って一緒やないっけ。一緒やね。あれちょっと待って、分からん。あれ、うん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 、粉雪ね心までしどく。あれ同じドラマ。1リットルの涙、どっちも。あれ流れる季節の真ん中に。あ、違うわ。だってこっちは瞳を閉じればあなたがだけど、粉雪は粉雪だもん。あれでも粉雪もさ、番組でかかってたよね。あ、同じ、あ、同じ歌手な、歌手さんなんだ。うん、なるほど。なるほど、なるほど。一緒にしちゃった。まとめちゃったわ。違う、挿入歌、あ、セクトか。染められたなら、あはーん。そういうことか、ね、めっちゃいいドラマですよね。めっちゃさあ、可愛かった。セクシー粉雪、あはーんって言ってるよな。天体観測、天体観測ってなんだっけ。わかるよ、絶対聞いたらわかる。あ、トゥルトゥルル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 ルってやつ。どっか、どどかかな。どっか、どどか、太鼓の達人でやったことあるから知ってる。どっか、どどかだった気がする、サビ。タタコンでやってた。天体観測、あ、そう、私タタコンで結構いろんな歌を覚えた。夏祭りとか、テレレ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 テレ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 。あと、もらい泣き、ドゥルル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 。もらい泣きね、簡単だよ。なんか子供の私でもクリアしてたもん。こんばんは。でも夏祭りはちょっと難かった。あと、さくらんぼとかもあった気がする。こんばんは、こんばんは。叩くどん、曲を選ぶどん。鬼モードできるよ。いや、できるだけで別に下手っけけど、鬼や、こう、ショートームで太鼓の達人できるようにしたし、やりたい。でも、うちさ、家用の叩コンでやってたからさ、家用の叩コン、なんか、家で、プレステ2みたいなのでやってたやつ。お兄ちゃんのやつもらって、貸してもらって。こんばんは。今来た。髪かわいい。ありがとう。Thank you。こんばんは、こんばんは。ミニゲームめっちゃ楽しくて、そう、ミニゲームめっちゃ好きだった。久しぶりにやりたいな。先生すみません、人助けしていて遅刻した。いいんですよ、いいんですよ。今日サンキューの日、え、そう、今日はなんか感謝の日って聞いてて、なんで感謝、どういうことって思ったら、めっちゃ普通にサンキューだった。そう。気がつかなかった。いや、意味わかんないな。 どこをどうしたら、どこをどうしたらサンキューになるんだ、わかんないぞって思ったらサンキューだった。めちゃくちゃバリバリサンキューでした。全然気がつかなかった。そう、語呂合わせ。バリバリサンキューでした。明日は砂糖の日。あ、砂糖、あ、確かに3月10日砂糖だ。砂糖食べなきゃ。サンキューベリーマッチ。
こじちゃんスマホの文字入力で青いとありがとうで出る。え、なんて出るだろう。ちょっと今それでさ配信してるからさ、ちょっと打てないんだけど、なんて出るだろうな、なんて出るだろう、お、なんて出るだろう。あ、みなみちゃんの、あ、佐藤、そっか、名字の佐藤もか、ほんとや、佐藤、キアラさんもだ。ほんまや。なるほどね、いいな、そういうのないです。私自分の名前はどの名字も下の名前も全部あの語呂にできないんですよ。ジョージ散髪しないの？ジョージは野生なんで、一応元野生なんで、散髪とかするのなくて、自分で毛づくろいしてました、さっき。こうやって毛づくろいしてた、かわいい。その毛づくろいって出た毛をベッドに置かれました。こんばんは、こんばんは。世界丸顔感謝デーがあったらいいのにね。いいよ、いらないわ、いらないわ。かわいい、ありがとう。1月7日ギリギリ稲の。確かに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 。こんばんは、こんばんは。あ、すごいクッキーが降ってる。キャッチしたい、かわいい、コンペイトーみたい、かわいい。前髪いいね、ありがとう。ちょっともうちょっと伸びてほしいとこだけど、すぐ伸びちゃうから、もうね、切りすぎた方がいいんですよね、早く伸びちゃうからね。お話し会嬉しい、楽しみ、楽しみすぎる。こんばんは、こんばんは。あ、バレンタインのお返し、あ、そうなんだ、あ、そういうことか、バレンタイン。10月30日は香りの日なの？え？ちょっと惜しかったな。もう一日早く生まれとったらちょうどよかったな。ホワイトデー。ありがとう、前髪切って、ありがとう。こんばんは、こんばんは。お話し会たくさんお話しましょうね。何卒お願いします。お話し会楽しみ、楽しみ、私もめっちゃ楽しみすぎる、楽しみ。あと明後日の僕大緊張する。緊張するよ。今の楽しみはお話し会、やばい、嬉しすぎる。はじめまして、はじめまして。今日さ、お茶買っちゃった。あと3センチ切ったらやばいで、もうそれは終わる。やばい。なんかさ、めっちゃパッツン似合うさモデルさんとかいるじゃないですか。誰だ、パッツンといえば、パッツン、ナオさんとか、ナオさん、ナオさんっていう女優さんとかめっちゃパッツン似合う感じ、似合うけどさ、ちょっと私だとやばいことになる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、水戸夏目さんかな、なんとか夏目さん、水戸夏目さん、なんか前髪の歌。ミスほんま言う。まちゃみ姉さんもなかなかの、まちゃみ姉さん、あ、久本さん、確かに久本さん、人見知り、人見知りじゃない、間違えた、久本さん、お前だ。なんで今人見知りって言っちゃったんだろう。パッツンに合う、ありがとう。ナースさんって福岡出身、あ、そうなんだ。福岡ってさ、美人な方が多いっていうさ、よく聞くくない？福岡美人みたいな。福岡美人。
小松菜奈さん、あ、確かに小松菜奈さんもパッツンだっけ。確かになんか黒い黒髪のイメージある。可愛いですよね、めっちゃ。博多美人、博多美人。ホトちゃん、ホトちゃんって誰やっけ。あ、イジリーさん、男性。イジリーさんとか。あ、あー、蛍原さんか。確かに。あ、1151人でおめでとう。ありがとうございます。博多行ったことないから行ってみたい。行ってみたいよね。私は行ったことあるけど、あんまり、ちゃんと旅行とかしてないから行ってみたい。あ、確かに、日村さんも。日村さんとか蛍原さんとかさ、あのさ、いじりさん髪の毛似てるよね。同じ美容院なのかな。めっちゃ似てる。1151おめでとう、ありがとうございます。かおりちゃんがカフェに行った写真見たから、私も夢でカフェに行ってしまった。おー、いいねいいね、カフェー。カッパ頭ね、髪サラサラだよね。ストレートパーマとか当ててるのかな。マッシュルーム専門美容院あるの、あるの。ボブ似合うかも。本当に、私ボブやったことない。街中で明太子買ったら空港より安かった。あ、そうなんだ。ボブやったことない。ボブストレートね、私してない。でもなんか今はなんか結構なんて言うんだろう、ストレートしなくても、まあストレートでもないけど、まあちょっとマシになったんだけど、中学校の時はマジで髪の毛跳ねすぎて、もうストレートパーマ当てたいってずっと懇願してました。なんかストレートパーマとかアイロンが欲しいって、すごい癖毛だったんですよ。でもなんか成長とともになんか治ったんですよ。いや、わかんない。でもあの中学校ぐらいの短さにしてないからかもしれない。なんか肩より上だったからすごい跳ねてて嫌だったんですよ。でも分かんない、伸ばしてるからだから、ただ単に。どうなんだろう、どうなんですかね。割と跳ねちゃってた、外跳ねみたいになってたんでしょう、結構。こんばんは。そう、中学が一番髪短かったかもしれない、多分一番短かった気がする。でも私の中で一番サラサラ期は2000、めっちゃ細かいんですけど、2018年の1月から3月ぐらいが一番髪サラサラだった気がする、人生の中で。なんかその時の写真見返したらめっちゃサラサラなんですよ。なんでだろう、なんで、あの時だけめっちゃサラサラだった、あの時。こんばんは。わかった、あれかな、まだ研究生だからさ、ストレートヘアしかしてなくて髪の毛傷まなかったとか。どうなんだろう。いや、そんな、そしたら2017年も16年もだけど、なんかあの時期だけめっちゃサラサラにね、写真写ってた。嬉しい。シャンプー変えた。え、シャンプーは私こだわらないんですけど、こだわった方がいいかな、やっぱ。こだわったらちょっと変わるのかな、どうなんだろう。オイル使ってなかった。オイルとか今も使う。髪ずっと染めてない。髪一回も染めてないで。こんばんは。なんでだろう、めっちゃサラサラだったんですよ。あの時期に戻りたい、髪の毛だけ。何使ってる今は。今なんだっけ、一髪かな。なんかその日の薬局で一番安いのを買うんですけどそんなことしない方がいいか。一髪めっちゃ安くてさ、買っちゃった。そう、こんばんは。
ちゃんとしたの買おうかな今度とか言ってさ、そんなこと言ってもう5年ぐらい経ってる。そうそう、詰め替え、可愛いケースに入れ替えてます。シャンプーとリンス、リンスシャンプーでさ変わるもんなのかな。私はあんまり考えてたことない。シャンプーで変わるとは、変わるか。でも一髪いい香り、ね、どんな匂いするかわからん鼻詰まってんのかな私。全然いい匂いするの。一髪そう安かった。やばい鼻、なんだろう分からんあ、ドライヤーのレーフやってる。それはあのメイクさんに教えてもらってやるようにしました。ちゃんと乾かした後に冷水、冷水じゃない乾かした意味ない冷風で当てて、その後はオイルを塗るっていうのを聞きました。こんばん、どうした、もう人形さんみたいになって日本人形日本人形です。こんばん、待って、日本人形で思い出したけど、昔さ日本人形先輩っていたな。急に思い出した、なんか日本人形っていう先輩がいたんですよ、あだ名が。そう、急に思い出しちゃった。今までさずっとさ忘れていたことを急に思い出すときない急にさパッて出てくるときない、散々忘れてたことが。なんか日本人形先輩っていう先輩がいたんですよなんか髪の毛がね日本人形みたいに真っ黒で、ま、パッツンだったの。そうそう、で私日本人形って言ってて日本人形先輩って呼んでた。懐かしい、待って本当の名前忘れちゃった。なんだっけ本当の名前、え悲しい、忘れちゃった。なんだっけ本名忘れちゃった、やばいやばい大事な本名忘れちゃった。もう日本人形先輩っていう公認だから。あ待って、今名字が出てきた、名字出てきた、名字出てきた。下の名前なんだっけな、顔はめっちゃ覚えてる、めっちゃ可愛いのそう公認っていうかその方が言っとった。私日本人形なんだっけ、なんか可愛い名前だったんだよね、可愛い名前だ。竹内先輩、 Love you 竹内先輩、私だけの先輩。じゃこんばんは、ダキンダキン。そう、自ら日本人形みたいでしょって言ってた懐かしい、めっちゃお顔可愛かったんだよ、懐かしいですね。可愛い名前だ、可愛いじゃない、優しい優しい、懐かしい。元気かな今、何歳の、何歳って、何歳だろう、何歳だろうは分かるね、普通に自分の上だこんばんは、こんばんは。1個上か2個上かどっちだっけ、1個上、2個上か1個上だった気がする。でも先輩だから大体近いですよね年はこけしパイセン、こんばんは、こんばんは。先輩懐かしいね、なんか先輩元気かな今大きくなってるんだろうな、人形だから年取らない。なんか当時のさ先輩ってさすごいキラキラ してた、なんかさ先輩ってキラキラしてません、部活の先輩って。なんかみんな可愛いし、みんな可愛くて、みんな可愛く見える、みんな可愛い。ね、すごいさ、なんて言うんだろう、今の年代だったら1個上とか2個上とか、まあ、そんな近い感じするけどさ、中学校から見たさ3年生、中1から見た3年生とか高1から見た3年生はすっごい大人に見える。
柔道部は違った、ほんまに。小学校1年生から見た6年生もすごい大人に見える。なんでだろう、80歳から見た85歳はそんなに大人に見えないのに、7歳から見た12歳はめっちゃ大人に見えるんだよね。こんばんは。ドキドキしながらそっと手をつなんかさ、1年と6年のペアってあったよね。なんかなかった、なんか仲良し、なんか手つないで入学式とか一緒に入ってくれるの、1年と6年。私ペアの子の名前フルネームで覚えてる。懐かしい。元気かな、元気かな。明日誕生日、おお前一番祝いできるかも、おめでとう。一番歓迎遠足、あ、なんかそういうのあってね、ペア1年と6年、2年と4年、3年と5年みたいな。そう、フルネーム覚えてる。ね、初めてペアが、ペアっていうか自分が初めて先輩になった時が2年、あ、4年か、4年、4年が初めて先輩になるみたいな、2年連れていくから。その時初めてなった子もめっちゃ嬉しかった。そう、ついに私のペアって思ってそうそうそう、いた、懐かしい。その子の名前もね覚えてる、フルネームで言えないけど覚えてる。1年生の時の6年生のお姉ちゃんの名前も覚えてる。あ、お姉ちゃんじゃない、お兄ちゃんだ、男の方だったわ。そうだそうだ。で、2年生は2年の時の4年が、あ、その子が女の子だ、懐かしい。なんかそういうのあるよね。あ、登校はしてない、なんか遠足だけ。そう、学校行く時は、あの行く時は、あの普通に登校班の人と行く、縦割り班、あ、縦割り班っていうんだ。全1500人いる大きい学校、すごい、めっちゃ大きい、マンモス校じゃん。いいねいいね。そう、集団登校、あった班登校、登校班懐かしいよな。班長のさ、なんかオレンジのたすきかけてさ、班長と副班長になった、それかけてランドセルにぶら下げてる子もいた、懐かしい。小学校同じ学年の子すら名前怪しい。あ、でも確かに確かに。私は高校の子が一番覚えてないかもしれない、なんか人が多いからさ。中学とかまだ少ないからさ言えるけど、いや中学も怪しいな。小学校はもう完璧に覚えてる、だって6年間一緒だしさ、わかる。転校生の名前まで覚えてる、なんか途中で行っちゃった子とか。黄色い旗、あ、そうなんだ、旗か。交通当番とかで、お母さんが交通当番してさ立っとる時あったそろそろ家ついてっていいですか、始まる。おお、今日ありますか。私いつも録画で見てるんでね、楽しみ。レディビー、レディビーまだ声かけられないよ。私家ついてっていいですか、いつかな、いつ来るかな、もう一生声かけられないから。すいません。でもあれ遅い時間じゃないと、あ、でも早い時間の時もあるよな、お店とかだったら。なんかめっちゃ終電後の駅か、それか普通のなんかお店、昼とかのお店とかイベント会場とかである。神田明神とかでないから、神田明神とか今何帰りですか。あ、今お参りしたとこで、あ、突然なんですけど家ついてっていいですか。あー、家ですかやりたいそう、あれね、終電じゃなくてもねやってるんだよ、家ついてっていいですか、昼とかでも。そうでも私は家は常に片付いてるからね、いつでも呼べるよ。そうあ、銭湯、
こちらの銭湯の回数券を差し上げるので家ついてってもいいですか？全然あるじゃない。こんばんは、こんばんは。あ、確かにお店にカメラあるバージョンもある。あ、こんにちは。あ、声喋るんですね、このカメラ。あ、こんにちはみたいな。そう、そのシーンよく見る。でもさ、実際さ、無理だな。私カメラ置いてても話しかけないと思う、多分。だって恥ずかしいもん。そう。部屋紹介したいな。私のこだわりの収納をこの猿は何ですか？あ、これはあのゲームセンターで撮ったんですけど。あ、ゲームセンターよく行かれるんですか？いや、めったに行かなくて、でもなんかこれは撮れる気がして撮ったんです。あ、そうなんですね。あちらは何ですか？あ、これはあのいただいたものなんですみたいな。出るときはまあまあと教えて。分かった。いや待って、でもさ、恥ずかしいな、やっぱり恥ずかしいわ、やっぱりちょっと恥ずかしい。だってさ、恥ずかしくない？なんかやっぱりやめとこう、やめとこうとか言って声かけられてもないけど。やっぱ恥ずかしいわ。こんばん、こんばんは。きょんちゃんが一緒にいたらかおちゃん出なよって言いそう。言いそう。面白い。エアコンの上にぬいぐるみありますね。あ、そうなんですよ。ちょっとあの上に置いたら可愛いかなって思って自分で置いてみました。あ、そうなんですね。結構可愛いものがお好きなんですね。はい、可愛いもの大好き。うん、田舎に泊まろう、知ってるよ。田舎に泊まろう。クライミングするんですか？あ、これはちょっとあのこの前出演した舞台でいただいた靴なんですよ。ああ、そうなんですね。こんばんは、こんばんは。逆にカメラマン側もやりたいかも。なんかカメラマン側もよくない？家ついてって見たくない？なんかいろんな家行ってさ、汚い家掃除したうち整理整頓したい。こんばんは、こんばんは。この立ち位置表って何ですか？あ、これはですね。実は私あのとか言って。やば。お、今電車乗って運よく座れた。最高。メンバーの家ついてっていいですか？あとさ、たまにあるのがリモートの習い事、リモート習い事に家ついてていいですか？のスタッフさんが紛れ込んで、あの突然なんですけど、この中で家行ってもいいよって方いますか？みたいなバージョンもあるから、もしかしたらさ、 AKB のリモートミーティングとかであったらどうしよう。手挙げようかな、頑張って。リモートミーティング終わりに、あの突然なんですけど、実は入っていた。そう、あるんだよ、リモートバージョンも。あとコロナ禍でなかなか、あのなかなかその取材できないときは、その自分からも撮って送ってくる、その視聴者さんが送撮ってテレビ局に送って放送するみたいな回もあったんですよ。そう、こんばん、こんばんは。逆にね、そう、自分で撮って出すっていうのが、なんか海外であった、どっかの寒い国でどっかあった。そう。前はめっちゃ綺麗なパトゥーン。綺麗なパトゥーン。たたたた。でもね、これちゃんとさ、こうやってやったらちょっと。こうやってやっ。なんか、溶かしたらさ、めっちゃパツになっちゃうけど、こうやってさ、分けたらマシ？マシでもないか。やめよう。うん、きっとすぐ伸びるさ。伸びる、きっと伸びる。きっと伸びる、前髪早い。こんばんは、こんばんは。こんばんは。春めいた。そのブラシかわいい。ありがとう。これは
タングルティザー、タングルティザー、あ、もしもし、タングルティザーです。クシーね、何個か持ってる。キティちゃんのやつとこれと、あと100均のクシー。やっと仕事があった、お疲れ様です。頭皮マッサージできそう。確かにグリグリ乗っちゃうんですよ。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。髪飾り、くくく、貝飾り、貝みたいな。流行りのデカ串はね、もはや、デカ串流行ってんの？デカ串は持ってないな。デカ串。高速で前髪切らんとダメな。いや、こう、なんかこう、言ってない。こんばんは、こんばんは。でもありましたね、高速。あ、前髪の長さは目にかからなければいいみたいな感じだった気がする。うちの学校、中学。ずいぶん前にフォローしました。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。嬉しい。からの視力検査。こんばんは、こんばんは。え？え？ポニテ禁止？え、そうなんだ。あ、ポニテは禁止ではなかった気がする。何が禁止だったっけ？ね。禁止？え、でも結構厳しかったけど、何がダメだったのかよくわかんないな。そう、何がダメだったかな。週末あたりにフォローしよう。ありがとうございます、嬉しい。あ、髪ゴムの色、確かにあったかも、あったか。あ、スカーツの長さは膝下？え、ちょっとわか、え、覚えてないな。どんな校則あったかな、何なんだったかな。スカートでも短いのダメでしたよ多分。こんばんは、こんばんは。よく覚えてないな。丸顔は禁止じゃなかった。かおりちゃんのパッツン可愛すぎて、癒しすぎて、癒されて今夜はよく眠れる。 ありがとう、嬉しい。あ、携帯は禁止やったな。うんうん、携帯禁止。うちそもそも携帯持ってないからね、なんでもなかった。靴下はね、靴下もね、特に。なんかあった。全然覚えてないな。校則あったけどね、何があったか覚えてないな。特に引っかかったことなかったか。こう、なんだっけ、なんとか検査。あ、授業中に携帯鳴ってる子いた。え、もうなんかさ、自分の携帯じゃないのにめっちゃ怖くてさ、うわー鳴っとるって思って。めっちゃ怖かった。しかも先生めっちゃ怒って、めちゃくちゃ怒って、なんかもう授業終わっ中断して、国語やったんやけど、あの、その、そう、こう、あ、髪の色で捕まった。髪の色で捕まる。私、毎回髪の色で捕まるから。頭髪検査。染めてないのにね、染めてるでしょって言われてね、捕まるけど、でも、ちゃんと証明書出したんで、捕まりませんでした。捕まるのいつも1年生だけ。2、3年は、ちゃんと証明してるから大丈夫。そう。それで、あの、その、なんかもう、授業、国語一回止まって、誰？みたいになって、誰ですか？みたいな。この中にいるんでしょ？みたいになって、うわーって思って。で、なんか、もう出るまでい、もう出るまで返しません、みたいになっちゃって、そう。もう、ちょうど6時間目かだったんですよ。で、放課後？で、もう、他のクラス出てきてるんやけど、うちらのクラスとかも出れなくて、最後は先生が折れてくれて、誰も出なかったんですよ。で、先生が折れてくれて、その終わったから、結局誰かは分かんなかったけど、もう、めっちゃ沈黙、え、しか、
しかも聞いてください、私その時怒られちゃったんですよ。そうめっちゃ、そう仲良しの友達がいて、でなんかそのずっとシーンってなってて、そのシーンってなってどうするのみたいななってる時に、誰ですかみたいな時に、なんかたまたまその斜め前の席の子と目が合ったんですよ。でニコってしたら、なんで笑ってるのみたいな感じそこの二人何笑ってるのみたいになっちゃって、あーって思ってめっちゃ泣きそうになったもん、怖くて。そういや普通に目合ったから微笑んだだけなんですよ。でもなんか笑ってるって思っちゃったらしくて、そうめっちゃ怖かった、もう泣きそうになった、ほんまに。なんか先生に怒られることがなかったんで、もう初めてレベルで怒られて本当にマジで泣くかと思ったそう流れ玉そうタイミング悪かったんですよ。そう なんでその状況で微笑んだの、だって目合ったから微笑んじゃうの、人と目合ったら笑っちゃうんだよねこんばんは そうめっちゃ怖かった。なんか部活以外でさ怒られる、部活ではめっちゃ怒られたけどさ、普通のさ学校生活では怒られることないからさ、マジで怖かったんだよ、超焦った。こんばんは。そう夜中にカステラとアイス食べてめっちゃ罪悪感。大丈夫だよ、一回ぐらいじゃ大丈夫だよそうめっちゃ怖かった、もう懐かしいわ、もうね今でも覚えてる。こんばんは。なんでそのタイミングで振り向いたんだろうね。確かに多分その子同じ部活だったから、部活やばくねみたいな感じでこっち見たのかな、分かんないけど、そう間に合わなくないみたいな感じで振り向いたのかな。にらめっこ弱そう、めっちゃ弱い。にらめっこ知りませんって言ったらもうしたくない、最初からなんかそういうのですら懐かしい、今となっては笑い話だよねしないんかーいこりちゃん部活解禁症。うん解禁、部活休んだこと、学校も部活も解禁症唯一の自慢。これちゃんの顔見たら爆笑しそう。おい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 ね、誰のスマホだったんだろうね、分かんなかった。それはさあ誰でしょう。会計書何もらった、何ももらってない、何ももらえないよ。あの中学とか小学校は、高校生だけもらえた。そう高校生だけ賞状もらった、表彰状、それだけ。そう嬉しい実は私のスマホ違います、スマホ持ってないからありがとう、嬉しい、はなちゃんだ、ありがとうございます、かわいい、マカロンタワー、これマカロンタワー、ありがとうございます、嬉しい、やったマカロンだ、甘そうね、甘そう、美味しそう、マカロンタワーありがとう、マカロンタワーありがとうございます、よいしょ、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。キョンシーありがとうございます、嬉しいです、
ありがとう。皆勤賞はすごいことよ。皆勤賞タワー嬉しい、ありがとう。やった。キョンシー、マスクからのキョンシーどこでしょ。また最近ね、あれマリーゴールドにハマってるマリーゴールドめっちゃいい曲。たーちゃん、お札持ってますけど、お札持ってない、お札持ってない。お札ってやっぱみんな持ってるもんなのかな。お守りやったら持ってるけど再ブーム、そう、何ヶ月か前にさハマったじゃん、マリーゴールド1月ぐらい。そしたらまたハマっちゃった。3枚のお札、昔あるところに和尚さんがおったそうな。ドラムを練習した曲、すごい、ドラムできるの、トクシトクシトクシ。和尚さんは小僧さんを山へ連れてったそうなこんばんは、こんばんは。しかし小僧さんの行く山には山んばがおるそうな。和尚さんは栗拾いをしたそうな、ね、こんな感じの声じゃない、あれさ、あの昔話か、おじいさんバージョンあるだからどっちかよ。坊や良い子やねんねしなあ、バッテリーは十分に充電されましたっていう通知が来た。すごい、めっちゃありがたい、教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。一瞬髪型がシートに見えた、ショートかな確かにショート、ショートできない、長くてうまくショート風にできない。なんかどうにかしてできそうだけど、しまって、髪を切りました嘘ですこんばんは、こんばんは。髪を切ったかもしれません。昔話の朗読配信やりたい、やりたい。ボブ似合ってた、本当にボブってた、ボブボブ、僕ボブ。切る髪がないおっさんもおるんやで。髪はね、切らなくたっていいんだよ。切るのがいいこととは限らない。ボブ、僕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 ボブ。あ、言えた、言えたもんねゆっくりバージョンボクボブ、やっと見慣れてきたよ、前髪。あ、本当にやった、ボク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 。かおちゃんのお手紙、帰宅してから、ありがとうございます。そうじゃん、あさって手紙もらえるかも。やった、みんなのお手紙受け取っちゃうよ僕ボブサップ、僕ボブサップ、僕ボブサップ。おい、おかしいだろボブサップさんのモノマネできなかった。あ、ボビーさんかこれ。お前あ、なんかさ、心の中ではさできる気がしたのにできなかった、悔しい。なんか自分の中ではできると思ってたんですけど、全然声に出したら全然違ってびっくりしちゃった。うん、悔しいです、悔しいです。
こんばんは。うまい。こっち。あれ？なんかできない。悔しいです。カオタンの必殺技やって。いいよって手あげたらコードも一緒についてきた。いいよ。高速ルパッチン。いつか高速道路でやるのが夢なんです。いつでもできそう。かゆい。亀田目線で。静電気起こせるよ。じゃあちょっとさ、まず気をためます。はい、じゃあ静電気を起こしていきたいと思います。指先に注目です。何の変哲もない指です。いきます。よく耳を澄ましてね。いくよ。痛いんですよね、やっぱ静電気っていうものは。さすがーかっこ棒。棒しんちゃん静電気受けないよ。しんちゃん静電気バレてるよ。それからここで弾いてるんだよ。麦わらのマイメロディーしていいよ。あのね、かおりちゃんね、静電気起こすの好きなんだよ。マイミドちゃん、クロミちゃん、もう25分来るよ。クロミちゃん、あのね、明日まだだよ。好きなものだけを書くの。好きなもののと、クリームソーダ、マワロイス。焼きそば。おい、1時間早いよ。あー、違和感かける。今日マイメロちゃんのガチャガチャやったんだと。いいなー、いいな。うち今日さ、食べっ子動物のさ、ガチャガチャ見つけてさ、やろうかと思ったんやけどさ、ちょっと300円やったっけ、やめた。焼きそば。久しぶりの焼きそば。くるくるすの着メロなんだろうね。このみんは、焼きそば。くるくるすはなんだろう。焼きそば、なんだっけな。なんだろうね。くるくるちょっとおしゃれな着メロ使ってそうじゃない？おしゃれってなんだろう。アフタヌーンティー。意味わかんない。ね、本当にガチャガチャめっちゃ高い。もう前は100円が当たり前だったのにさ、もう今300円が普通みたいになって、むしろ100円になるとちょっとチャッチくなっちゃうみたいな。そう、なんかちょっとチャッチーガチャガチャやったらさ、ちょっとさ100円とかであるけど、でもめったにない。本当にもうほとんど300円、もう400円もあるし、すごい、もうすごい、もう変わっちゃった。なんか時代変わった。え、昔20円だったんだ。めっちゃいいそれ。そう、こんばんは。だからねいいじゃないの。ダメよ、ダメ。どうして僕はね、ガチャガチャに出会って人生が変わったんだよ。だからさ、いいじゃないの。ダメよ、ダメ。あ、25分が来たよ。だからさ、ランキングしなきゃいけないじゃないの。ダメよ、ダメ。皆さん、25分になっちゃったので、ランキングしていきたいと。かおりちゃんの好きな動物は、犬とクマです。猿も追加で。
ジョージと目があったから追加しといた。よいしょ。ではランキングをしていきたいと思います。猿追加。あとね、好きな動物でも犬が一番好きかな。でも猫もなんか、クマはさ、そのあとパンダも好き。パンダさん、パンダとクマさん、そして犬。なんかクマさんとかパンダさんって言うけどさ、犬は犬さんって言わないの、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なななな、なんでだろうね、なんでだろうね。あ、パンダはクマなのか、一緒だった。でもパンダ可愛い、めっちゃ。パンダグッズとか売ってたら欲しくなっちゃう。クマグッズも欲しくなっちゃう。あー、身近だから、そういうことか。まあでも動物結構基本みんな好きかも。みんな可愛い、みんな可愛い、みんな違ってみんないい。はい、みんな違ってみんないいですね。金子さん方式でいきましょうかね。ではランキングしていきたいと思います。第13位はクリームアンピーさんです。ありがとうございます。12位は大地さんです。ありがとうございます。11位はトラサポさんです。ありがとうございます。10位はライダーさんです。ありがとうございます。9位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。8位はユーマさんです。ありがとうございます。7位はアッキーセブンさんです。ありがとうございます。6位はライダーさんです。ありがとうございます。5位は J さんです。ありがとうございます。4位はカズミッチさんです。ありがとうございます。3位はミケネコアットマークゆたんぽさんです。ありがとうございます。2位はコマネコマニアのおじいさんです。ありがとうございます。そして第1位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。そして今日は花ちゃんさんがですね、マカロンタワーをくださりました。本当にありがとうございます。嬉しいです。マカロン、ありがとうございます。嬉しい。次はギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。ドゥルッ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 ドゥル。変な音楽しちゃった。クロロイコールルシルフルさん、ヤノタケシアットマカオリちゃんほんとかわいいなさん、コマネコマニアのじいさん、日高浩二さん、杉庵住人変な音楽やぞ。杉庵住人天吾さん、キャンちゃんやでさん、ピーちゃんさん、ケンタロウさん、ガッチさん、フミオさん、ダイチさん、ハナちゃんさん、カズミッチさん、コマネコマニアのじいさん、ウダさんさん、シュウジさん、トトさん、ノンタアットマーク稲垣香織語録ツイート中さん、ユーマさん、ミケネカットマークユタンパさん、ジェイさん、カズミッチさん、ヤノタケシアットマーク織ちゃんほんとかわいいなさん、ウィル6番さん、コイコイさん、アジダッチャンさん、クリームアンピーさん、ヒカリちゃんさん、マッシュルームチさん、ココハさん、フミオさん、トモさん、クロダイさん、トラサポさん、ダイチさん、アッキーセブンさん、リカさん、フミオさん、サヤリンマルさん、ポンタ428さん、マッシュルームチさん、アッキーセブンさん、ハナちゃんさん、ほう、待って、変なページめくっちゃった。あ、来た来た。アッキーセブンさん、662BPM さん、ムケネクアットマーキユタンポさん、ノブさん、ふみおさん、新居親父さん、中川くんさん、はなちゃんさん、伊藤さんさん、さやりんまるさん、新居親父さん、ライダーさん、662BPM さん、リカさん、ライダーさん、ゆきりん55さん、ノンタットマーキ長木香り56ツイート中さん、ふみおさん、たかさん、ときおさん、川崎の先生、わーい、かおたん、フェイス久しぶりーあーさん、翼はなんちゃらさん、あつしアットマーク全顔しお話からは読む気を考え中だよさん、あずまんさん、だらやさん、歌舞伎町で家ついてっていいですか、断った立場の先生さん、ひだゆきさん、ふみおさん、うらかんさんです、
グッドありがとうございます。よいしょ、ギフトありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。え、いいのいいのいいの、家ついてていいですか。え、待って、私ちょっとここにいる方に出てほしい、みんなの家見たい。え、ってさ、え、さあ、もしさ、ちょっと一人でもさ、あのさ、もし皆さん家ついてていいですかに取材されたら、お願い出てください、見たいから、見たい。あ、いいね、ちょっと妄想が膨らむね、いいねいいね。じゃあいくよ、ファンの方バージョンいくよ。じゃあ、香り推しの方だとします。その方が香り推しさんだとします。家ついてていいですか。はい、いいですよ、こちらです。あ、これ誰ですか。あ、これはあの僕の好きな女の子です。いい、言って、お願い言って、そうやって言って。これはうちわなんですよ。あ、そうなんですね。で、やってほしいからお願い私からのお願いです夢が膨らんだそしたらうち一生録画するよ、もう一生一生その録画消さないからもし出たらかおりちゃんグッズ自慢する。しゃまるまるカットされたら辛すぎて、でも分かんないんだよね、あれ本当に。もうすぐ放送されるパターンと、もう3年後とか4年後のパターンもあるからね。そうだよね、なんか結構すぐまるまるカットでも されないこともあるし、めっちゃ何年後かに出てくることもあるし、すぐかもしれないし、運命ですな。一番好きな人です。あ、ラブドドスカスカスカラブチューニュそう、え、本当にある。そう、あのね、本当にある。そのめっちゃ5年、2016年とかもある。そう、まだマスクみんなしてない時みたいな、なんか懐かしい。なので皆さんぜひ取材来たらやってくださいお願い。だってみんなの家も見てみたいし、お話し会でさ見たことあるけど全部は見たことないから、ちょっと見してほしいです。ということで皆さん、今日も私のショールームを見せてくれ見せてくれるじゃない、見せてくださって見せてくだ見てくださってだ、本当にありがとうございました。コメントをくださったり、見ててくださったり、ギフトをくださったり、すっごい嬉しかったです、ありがとうございます乱れたらまずい、嘘。あと引くよ、引かないよ、うちめったに引かない。私さ、なんかうわ引くわーとかいうのを聞くけど、引いたことあんまないんだけど、何したら引くか分かんないうちまたねまたね。この後も、あ、今日もメール読んでくださったりとか、応援してくれたりとか、本当にありがとうございました。この後も私のメールとか待っててくれると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします。あ、でもさすがにタガメはちょっと引いたけどねタガメは引いたけど、人に引くことはあんまないかも。タガメは引いたよ、さすがに、ね、引くところの騒ぎじゃなかったよです、ということでね、これ言う人いるよね、ということでみたいに言う人いない、ということでってじゃなくてさ、先生とかでさ、ということで言う人いるよな先生あるある、こうやって教科書トントンしながら、ということでみたいないるよね、たまに。うちも今度やろう人間あるあるなので皆さんも言ってみてください。では最後の明日のラッキー占いをしたいと思います。それはです。
取材をされるか、取材って10回唱えるとラッキーになるので、どちらか試してみてください。そしてこの後ゆっくり眠れる方はゆっくり眠って、やることがあるんだって方は応援しているので頑張ってください。そして夜勤とかある方も頑張ってください。応援しています。それではまた明日もショールーム見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた見てね。唱えるしかね。多分100人中99人は唱えるしかないな。多分さ、取材とかさ、たまにやってるよね、テレビの。巣鴨とかで見てる。おやすみ、おやすみなさい。夜勤のある方頑張ってね。バイバーイ。ありがとうございました。また明後日も、明日も見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは失礼します。じゃあ5秒5秒で切っていき、おしょうさんって言いすぎて5秒って言っちゃった。5秒で切っていきたいと思います。せーの、5 4 3 2 1 0。ありがとうございました。では失礼します。バイバーイ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 。では失礼します。バイバーイ。バイバーイ。